皆さんこんにちは。今日は沖縄料理を、ね、食べに来ました。早速ねこの店の前にも見せつけるかのようにオリオンビールのね樽が置いてありますね。でおすすめメニューというのがねこの沖縄そばとラフテー丼セットっていうのが、ね、ありました。これ外観です。お店の名前くるくるです。でこの時ね運よくお客さん誰もいなかったです。店主のね多分沖縄出身だと思うんですけどねおじさん一人いました。メニューはそばセットとかラフテー丼セットいろいろセットがあります。まあでもメインはねタコライスとか、まあ、沖縄そばソーキそばとかねいうところですね。もうベタな沖縄料理っていう感じです。この内観というね世界観みたいなねすごいいい感じですね。オリオンビルのこのなんかねバルーンってこれなんていうんですかねがあって、でこのお茶もねまさかのジョッキで出てきましたね。もう夏ね例えば汗かいたらめちゃくちゃね吸水できますよ。もう2分か3分ぐらいで、ね、出てきました。このねソーキそばの感じね懐かしいですね。なんやかんやね結構久しぶりだったんでめっちゃ美味しいです。でこのねよく見たら沖縄タイムズですかね新聞もねしっかり用意されてて沖縄感をこう、ね、前面に出してるっていう感じでしたね。で今日はまあ、雨降ってるんでねあんまり地上に出たくないんで地下で移動を完結させました。サンマルクカフェ来ました。でこのガラス張りのね席ちょっと気になってたんで座ってみました。で使う前はねこの通行人の人ってあんまり中の方とか見てこへんかなと思ってね座ったんですけどねもうバチバチ目合いますよ。でなんかガラス1枚挟んでるんでねなんかどっちも強気になってるのか知らないですけどねなんか1回目やってもまだもう1回ガン見してきますからね僕もあっちもね。でたまたまこの一番角のところがねちょっと半個室みたいな感じになってました。いい感じでしたよ。まあいろいろ本読んだりとかねまあいろいろなんかして最後ドラッグストアに行きました。僕結構変わってるんですけどねこのドラッグストアの中の匂いみたいな結構好きなんですよね。このいろいろなんか混じり合ってますよね洗剤の匂いみたいなのがね。でこのヘアワックスみたいな僕あんまりワックスとかつけないんですけどこの匂いがね結構好きなんですよね。だからこうちょっとねテスターとかを毎回ねちょっと匂いちょっとチェックしたりしてます。でこんな感じで今日一日終わりたいと思います。ありがとうございました。